今日は花恋ノベル2月号の撮影をしました。テーマは海。いつも寡黙で何を考えているかわからないような不思議な魅力雰囲気を持った女の子が海で息抜きをするというお話なので、海で撮影をしました。今はちょっともう避難してきて海のそばにはいないのですが、本当に恐怖でした。もうブワーって髪の毛もすごいことになってましたし、とっても素敵なドレスだったんですけど、ドレスもバタ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 ってなびいてましたし、何よりも印象的だったのがたくさんこうお花を用意していただいて、お花をずらりと周りに並べてたんですけど、それがもう風で倒れちゃって、皆さんと必死に撮影をした、すごく忘れられない撮影になったと思います。そのはちゃめちゃな模様どうぞ。今回ご紹介する本はこちら、川上ひろみさんの猫を拾いにという短編集です。短編集でテーマが恋愛で、本当に短いショートストーリーぐらいの中でちょっとキュンとしたり、ちょっと不思議だったり、すごく世界観が素敵だなと思ったんですけど、ガツンと恋愛について描いてるっていうよりも、後からじんわり考えたらこれは恋愛だったのかもしれないなって思えるような何気ないストーリーで、その日常の中にキラッと何かが光っている様子をすごく丁寧に描かれていて、読んでいてとても心地のいい小説です。ぜひ電車の移動とか一駅で読めるお話だと思うので手に取ってみてください。今月もぜひ楽しんで読んでください。またねー。